ト社の社主マーガレット嬢は1ヶ月間無一文で正体を明かさず、こいつら最初から。おやおや、こいつらとは。どういうことですか。なんでわからない。人参は最初から私にくれるつもりだったのよ。冗談じゃない。返してハット、大丈夫よ。たった一月ぐらい眠ってる間に過ぎちゃうわ。無茶だよ。君はああいうところの恐ろしさを全くイメージできてない。今日だって車で通ったじゃないの。車で通るのとはわけが違う。もう絶対に行かせるわけにいかないよ。結婚式の前には戻ってこれるわ。王様。王様だよ。王様だったの。兄ちゃん、うるせえな。こいつらが勝手にそう呼んでんだよ。王様だよ。王様とハン。お前の手作り。なんで私がヤングのために手作りなんかするのよ。王様は戻りたいのかい。昔に戻りたいわけねえだろ。戻りたくないじゃないか。なんだ、日記帳をお届けに参られた。日記帳。お通ししなさい。かしこまりました。好きな相手にはちゃんと好きって言わねえと伝わらねえよ。ここは何、一日に何度来てもいいの。一応一日一回って決まりですけど大丈夫ですよ。ですね。まだカラスのやつも目玉まではつついてないから。何なんだお前の尺度。極端。弟さんね。モイ、ネズミ殺しのモイ。半年間食えないなら最後どの口が言うんだ。どの口が。いいじゃありませんか。それぐらい。いつまで見てんのよ寝顔。なんか言わねえかなと思ってさ。時々寝言言うだろこいつ。言うね。なんか言ったら返してやろうと思って。